藤山武一、藤山武一12月から1930年2月12日は、佐賀県出身の日本の内務、警察官僚、声優会計、感染検知事、板垣大輔白爵小徳会初代名誉会長、佐賀県出身、王子主、藤山ミスの三男として生まれた、第五高等学校を卒業、1910年7月、 東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。内務省に入省し、富山県属となる。1911年4月、富山県司法となる。以後、同事務官補、同教育課長、同警視、警察部刑務課長、和歌山県理事官、学務課長、同志学官などを経て、 1918年1月、福島県警察部長に就任。1919年6月に休職。1920年9月、長崎県警察部長となる。その後、福岡県警察部長を経て、山口県内務部長に転任。1927年5月、大分県知事に就任。声優会色の強い県政運営を行い、農産漁村の振興。 道路網の整備に力を注いだ。1928年6月、栃木県知事に転任。同12月、栃木県日光町に、板垣大輔白爵聖特会が設立され、名誉会長に、藤山武一栃木県知事、会長は、日光町長、評議員に、林王寺門関、日光東照宮宮寺、二良山の神社宮寺、日光町条約。 日光聖堂所長ら十六名が名を連ねた。今日、世界の日光樽をエッシメタルは、維新当時の官軍の首相、板垣大介氏の経験なる態度と、周到なる措置とに由来することを、我らは追母の燃料と感謝の誠意と思って永久に、忘れることができないのである。明治維新の後における政党の領収民権の首しるべ者として、隠れなき板垣九白は、一面武将として、 精神科として、また、特に世界の名称たる、我が日光にこうした尊き自責を残されている。強度、人種さえ、この社表保護と日光発展の上に、核のごとき人血の威力が注がれていることを熟知する、ものは、比較的少数であることを思うと人しに遺憾に耐えぬ。全認知の多い分県とは異なり、公平な県政を行うことを表明したが、県会での声優会。 民政党の勢力争いにより、1929年、栃木県選出の民政党所属帝国議会議員が、知事に対する誹謗質問書を議会に提出した事件が起こった。同年7月、休職となり、同年に退官した。1930年2月12日、逝去。ありがとうございます。